の開封動画です。こんにちは、ワラビーズのパンジー関です。ワラビーズのパンジー関であると同時に日本茶アドバイザーのでもあるパンジー関です。今回急須をネットで購入しました。本来ね急須とかはね、ネットはねダメなんですよ。ダメなんですけど、ちょっといろいろ事情がありましてっていうか、欲しいのをネット上で見つけてしまいまして、でこれをねどうしても欲しかったんですけど、一度触ってみてと思ったんですけど、物がねないんですよ、東京に。しょうがなくです。ちょっとすっというわけで、世にも多分ね、あんまり急須の開封動画ってないと思うんですよね。まず普通基本的にその急須ってのは触って買うもんですから、こんなネットでとかでもまずないっていうのがあるんですけど、それプラスあんまり急須とかでね、誰もあんま買わないですからねっていうのがあって、なかなか珍しい開封動画なんじゃないかなと思っております。でね、急須っていろいろ売ってるんですけど、最近はっていうか、まあ、昔からなんですけど、急須の作家さんがいらっしゃるんですよね。急須作家さん、そういうことはね、結構個性的な大量生産型のなんか工場で作ってるような感じのじゃなくて、それぞれ一個手作りで作られている作家さんの作品の急須というのがありまして、すごくねいろいろ個性があって面白い作品がたくさんあります。その中で私見つけましたのが、前川これ青陶書っていうのかなの4代目前川純三さんの、急須です。あ、黒土白ぼかし極平丸急須という急須です。特徴的なのは極平なんですよね。ちょっとねその極平のはね昔から探してたんですけど、今回すごいなんかネット上でいいデザインを見つけてしまいまして、ああこれどうしても欲しいなっていうことで、ちょっと購入ちょっとどうしても欲しくてね、でこの前川製陶所さんにはねお電話したんですよ。東京でなんとかこの作品見れないでしょうかって、したらこの前川純三さんのお父様がお電話に出られましてでね、やっぱり、ね、お話ししたんです、いろいろお父さんとお話ししたんですけれども、やっぱね東京ないらしい、なかったらしいんですよね。ちょっとねデパートのね催事場的なところで一回置いたりとかはあったらしいんですけれども、常設とかがずっと置いてるとかがちょっとなくて、残念、どうしても本当どうしてもなかったんで、仕方なくネットで購入ということになりました。はい、こちら、おお、これですね。うわ、薄っ。薄いです。ちょっとこれは。はい、こちら蓋ですね。おー、あーすごい。あ、これはちょっと待ってください、カメラの位置を。これですね、ちょっとこれと、ちょっと、お
はい、はい、こちらです。うわ、かっけえ。いやー、薄いです。いや、薄いです。すごいですね。白、黒土の白ぼかしのデザインですね。中はね、ささめになってます。金属の網とかじゃなくて、網目の土ですね。うん、薄い。純蔵さん、象の字をなんか一押ししてらっしゃって、象の字が、ね、刻印されております。黒土ですね、かっこいいです。これに白ぼかしが入ってる感じ、薄い。あの深蒸し茶とか、あの蒸し時間がね、あの僕個人的になんですけど、蒸し時間が長いお茶ほど、あの縦に長い急須が良くて、蒸し時間が浅い朝蒸しとかね、あの玉露とかそういうの系は、広べたい方がいいんじゃないかなって個人的にいつも思っております。うん、おー、かっこいい。こんな感じですね。はい、うん、うん、あー、いいですね。で、気になってるこれ、立つのか。お、これは立たないですね。ああ、これ立たないです。あの、よくね、バランスがいい急須は立つっていう、これ立つ、うちの2つの急須立つんですけど、これは立たないですね。あの、ただね、バランスがいいのが立つっていう意見もあるんですけど、全く別の意見もあって、これ、あの、座って、例えば畳とか地面に置く場合には、あの絵がね、鋭角になってるんですよ。で、テーブルの上とかで使う場合には、あの角度がこうなってるんですよね。あの、その方が使いやすい。で、用途に合わせた絵の角度っていう意見もあります。はい、こちら前川純蔵さん作の黒土白ぼかし極平丸急須です。で、今回ね、この急須購入するにあたりまして、あの一緒にね、湯飲みも出てたんですよ。あ、湯飲みもやるじゃんと思って、湯飲みも一緒に購入しました。うわうわ、ちっちゃ。湯飲み2つ買いました。うわ、ちっちゃ。なるほどね。あ、 やっぱ玉露とかを想定して作られている急須ですね。これ容量もね、確か 160ml。 うん、まあ、実際茶葉入れてなんだってやったら、多分100ml 100ぐらいだと思うんですよね、多分実際入るお湯の量が。で、こう、いや、このサイズ感か。裏に蔵の文字が。うーん、なるほど、こうですね。はい、前川純蔵さん作黒土白ぼかし極平丸急須とセットの湯飲みの紹介でした。
ちょっと次回またこれでお茶を入れてみたいと思います。ありがとうございました。